おはようございます。あっち、高政くん何をしてるのかな。虫殺してた。虫焼いとるこいつ。やばすぎる。あら。かおめ。これでオープニングスタートだ。地獄やな。朝ごはんです。朝ごはんです。でででで、お願いします。わお、うわ、エッチです。あ、おお、すげえ、かまっちいいね。生きてんの本当に。生きてる、生きてる。さっきこっち見れたわ。すげえ、生きてる。目そらしたほ、マジで目そらしてるよ。慣れちゃったね。こいつ歌って顔してる。うお、天気最高やん。ということで、2日目スタートです。行きましょう。レッツゴー。父は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 行きまーす。父は本当に、あ、読み方合ってんのかな。父は、父は、いや、あの感じで父じゃなかったのなんて。どう読めばいいの。乳がん。よろしくね。よろしくない。それは言って思ったけど、やばかった。愛知県で三大都市の中で一番ファーストしたじゃん。まあそうね。三大都市ってジャイカみたいな雰囲気である、ね、あるよね。わ、まあ、からんよね。でも実際住んでみな。じゃあ名古屋普通に住みやすさあるのか。まあ住みやすいとは思う。だって俺一人暮らしさ、23歳で家の時に3回くらいしか住めたことない。マジ。え、外出るとき。今日も絶対閉めてるよ。マジで。マジで。やば、それはすごいわ。自分が家におるときは閉めないけどさ、出るときは閉める、閉めてたな。だって愛知だからさ。お前人を信じきっとるな。すごいな。なんかさ先はそういうときはこう、まあいや、もっとリスク高いよ。忘れたっていうか、なくしたときな。物行かれたときかは怖い。そっちの方がめんどくせえ。それを誰かがもしさ、マンション内とかで見てたらさ、あ、こいつ鍵閉めないんだ。確かにね。で、そっからもうバレないようにバレないように空き巣を繰り返してるかもしれない。でも、隣は若い可愛い女。それやすい。じゃあ逆にはね、閉めん、そんなこと。逆にはいいです。もしかしたら入ってくれるかな。逆にワンチャンちょっとトラップ仕掛けてるかもしれない。帰ったら寝とるかもしれない。え、しすぎる。めっちゃ山道入る。すごい。え、かっこよくない。めっちゃ綺麗。めっちゃかっこいい。また君に会える季節の訪れに、君が綺麗になって戻ってくる。少し大人。すいません、すいません、あの、父はって言うんですけど、降りてここ止めて行った方がいいですか。了解。じゃあそっち行きますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、よく言われます。見て、ん？ BTS 役者見て。ほら、じゃあ行くぞ。じゃあ行くぞ。やば。やべ、イメンドね。いい役者かって言われた。さっき、やば。ありがとうございます。かわいいおじちゃん。役者が。てかマジさ、てかコンプラワード出すぎてさ、多分なんかあんま会話つかない気がするんだよな。やばいと思う。なんかどっかの下りで1個入ってる。入る。てかオチがまずもうコンプラだからさ。もう終わっとるんよ。看板、あ、看板あるじゃん。結構歩いたけどな。チーワ。あ、これチーワじゃなくてチーワや。ちょっと注意でしょ、さすがに。ね。
あと一番近い駐車場まで10分で、うん、父親まで15分だから、つまり25分だね。25分。今から戻ったらちょうど半分ぐらいだ。多分15分ぐらいで戻れるね。いや、ダーク AI さん発動してる。ダーク AI さんの診断。父親みたいに遠すぎんか。遠すぎんか。父親遠すぎんか。どうする？引き返したら15分で済むぞ。でもだってまだ駐車場までもたどり着いてないもんね。結構しんどい。まだ半分も来てない。こんなに歩いたのに。お前怠惰が過ぎるぞ。引き返そう。引き返そう。じゃあ写真で見えよくね、お前です。終わり。いや、やばい。でもま引き返そうか。お、行く？おっと？割れた。あれ割れた。あ、じゃあもうジャンケンで決めようぜ。じゃあ戻る組引き返す組で。オッケー。今俺普通に行くと思っとったけど。今の流れ行く流れだ。行く流れだと思った。じゃあ行こう。まあ行こうかじゃ。じゃあ行こう。小さいです。今でも1本動画撮れんかったからどうしようか。ポケモン編で3本ぐらい動画撮ろうかった。結局やっぱ昔のポケモンじゃないと胸熱ならいいの。せいぜいルビサファまでじゃね。そう、ルビサファまでやったらいい。その後はもうわからんね。わからんよね。ダイパからわからんってなっちゃった。一応持っとったけど覚えてないもん。やっぱ思い出に残ってるのはやっぱルビサファまでだよね。最後にやったしっかりやったのソウルシルバーの。ソウルシルバー神ゲーじゃね。めっちゃおもろかった。あれやばいんだけど。あれはめっちゃポケモン史上一番おもろかった。てか金銀がまず最高傑作だぜ。やっぱ そう うちら世代だと。でそのリメイクでさらに進化してる。めっちゃ進化してるわけ。あれめっちゃ良かった。しかもさやっぱあれじゃね、地方2つ回れるって熱くない？もう長いもん。長いやん、ストーリーがずっと飽きることないもん。あれ確かブラックホワイトも買ったんよ俺。ああ。けどバッジ3つぐらいでやめた。いやそうなるよな。もうなんかメンタルが持たんかった。うわパチンコだ。行く？おお起爆されんな。営業中だったよ今。ポケモンの下りの最後に後ろに図鑑全部集めたやつおるけどっていうこっちを言おうと思ったのにパチンコで消されちゃったよな。それ俺ソードシールド400ってやつよ。ガチで。キモいもん、もはや。一貫最新作だ。どういうことそれ。図鑑集めるためになんかポケモンとサブスク登録したい。やべえ。え、何それ。何それ、何それ。なんかね、なんか知らん人と、なんか適当に交換できる。へぇ。携帯でも見れるから。え、携帯でも見れるの。そうなんだ。やば。なんか携帯にこいつ、こいつ、こいつ、人に交換出すってやったら、なんか交換成立したんですよ。やべえ。すごいな。そんなサービス始めたんだ。最近月額いくらなの？いくらっけな。でも300円ぐらいじゃん。あ、そんなもんなんだ。安いよ。ポケモン GO で捕まえたやつ持ってけれるんだよ。え、マジ？うん、すげえ。すごい。それおもろいな。それおもろいね。リンクさせれるんだ。